はい、どうもこんにちは、リッチです。さあ今回もイクションやっていきましょう。さあ前回ね、この反対側のセクター6開けまして、ここを開発しようというとこですね。一応ここに人はいるらしいです。40人なので、まずは作業場を作るべきだよね。これどこがいいんだろうね。まあ壁際はまだ置くものがあるから、真ん中に置いときゃとりあえず問題ないかな。これで、あ、動き出した。2つやんないといけない。ちょっと待って、何、職場の安定性、これかな。負傷ですよね。安定性の低下や事故で労働者が負傷する。あー、で今低いからね、こっちは。で、負傷者は治療を受けられないまま放置されると死亡してしまうと。いきなりじゃあいろいろいるのかな。セクター1の昆虫農場、あ、これだ。事故により向こう5人が負傷し3人が死亡かな。だからセクター1の昆虫農場どれか分かんないけど向こうになってて、あ、これか。あと、そういえば前回最後、これ、ちょっと、まあ、イベントも後で見るとして、まずここのイベント見よう。事故があったらしいなと。労働災害。事故発生、昆虫農場。スタンフォード・ニヘイ・クレイン理論によれば、劣悪な労働環境と電力の過負荷が事故の原因となる可能性が高いと。また、大きな建物ほど重大な事故が発生しやすいと。うん、そうでしょうね。あ、結構長い期間修理する。あ、でもこれは上だよね。安定性の話だもんね。で、前回多めに作っといたんですよ。セクター増えるし、まあ人口は増えてないんですね。まあ今から人をね、凍結から直そうみたいなとこもあるんで、まあいるだろうっていうことで増やしてるんですけど、まあ今すぐいるもんじゃないからね。うん、まあ、直してちょうだいと。どうぞ。で、これね、恒常的な飢餓、飢饉、まあ、食料不足と。多数のクルーが飢餓状態にある栄養失調です。ニョコンド・ベルジャビルの理論によれば、現状生産力が 23% 低下しており、長期に飢餓状態が続くと生産力が 75% 低下すると。うん。セクター1に28ユニットの食料を保管すること。いや、あるよ、保管で言えば。人はパンのみで生きるのではないと。いや、何もないからね。で、パンがなければ、虫を食べればいいじゃないと。いや、パンあるんですか？で、ちょっと前回最後の方ね、いろいろやりすぎてて、このね、外部調査できてなかったんですよ。これ行ってみる。こんなんでもいいんだよね、多分ね。で、あとここ、金星、ん？ここだ。スペースデブリで今、ね、あの、探索をしてますと。ここ昔、でっかいコミュニティがあって、これ10倍だったっけ？ 100 倍だったっけ？ 1000 倍だったっけな。毎マイル宇宙ステーションに大規模なコミュニティがあったらしいと。で、まあもう崩壊してるんでね、回収の準備ができてますよと。じゃあ最後です。資源を回収しますよと。まあ一番最初に冷凍ポットは確保してあるんで問題なし。で、採掘船がね、取ってるんですけど、まあ二つあってもいいのかなと思いつつ、セクター6進めないといけないからちょっと待てよと。最初にやったことの、ね、繰り返しですけどね。まずやることは。ここに入れます。で、これ取りますよ。さあ、まあ今回はね、このセクター6を開拓しよう。セクター6でいいのかわかんないけど、2じゃなくていいのかなってとこあるけど。道ここずらす意味、まあまあいっか。とりあえずつなげよう。で、これ輸送がね、できるようにならないことにはね、ここで独自で生かすしかないと。だ、食料がないと。だ、結構厳しめというか、でも食料送ったんじゃないんですかね。だ、セクター6、セクター1で、セクター1から、
これ送れればいいんですけどね、食料搬出する。あ、これあ優先度かな。あら、少なくとも難航にするってことですかね。逆にこっち側で最大とか、あれも厳しいか。資源輸送管理で、最小を例えば、最小0だよね、今ね。じゃあ35にして、で、やると、これより上の部分は他に行くってことですかね。で、優先度があるみたいな。まあ、全部ではあると思うんですけど。どう？これで。で、これかつロボットがいないとダメなんだよね。あ、来たんじゃない？これ。思ってったんじゃないですか？これが、できないとね、もう何も立ち行かないんで。あとなんか今終わったよね。動かさないってやつか、多分。新しいセクター解放されましたよと。ドロス AEC とタイクーンにとって歴史的な瞬間ですね。ちょっとタイムラグあるな。前回ですけどやったのは。信頼化いらないですね。で、ここに、まあ、作るわけよと。あ、ほら、あるある。すぐになんか勝手に押されますね。で、住居でしょ。まあ、最初電気はちょっとあるからいけますけど、食料もここで取るぞと。ね、4だからいいか。じゃ、これ取りましょう。これ相互に行き来する感じかな。どうだろう。50ありますけどね。52。まあ、毎すぐにではないのかな。で、医者不足、人不足。で、これ取ったらさっさとぶっ壊して、ね、これ使えるよと。次は人工用だよね。あ、ここではちょっと残そう残そう。で、診療室。ここかな。よしよしよし。さあ、電気結構結構使うと思うんですけど、まあこれくらいならまだね、そんなに使わないかな。さあ、ちょっと輸送関係をね。あ、ん？あ、これはあっちの話か。こっちに設定するのかな、もしかして。例えば15にすると、それぞれ最初保つように輸送し合うんですかね。今8しかないんで。あ、来た来た、送ったんじゃない、ほら。あ、そういうことか。それぞれに設定がいるんだね。これ、このセクター間の輸送ができてると。オッケーオッケー。で、逆に、こっちで余れば、こっちに来るという未来が。で、ここも同時にやんないといけないか。大変ですね。だ、これは最初、どうしようね。もう別に何でもいいや。100、106、150でいいかな。で、セクター6は、まあ、50くらいですね。これやっとけば、で、どこから優先的に持ってっかみたいな決めれるのかな。さあ、メッセージ。なんか生きてたんですか？お前かい。アシスタントです。ドロス緊急信号。緊急信号。生存者がいたんですか？違いそうだね。どうだろう。このアウターホープね。アウターホープにはボールエンジンが受けた壊滅的被害を修復するだけの資源と技術があると考えられる。アウターホープ、じゃあ報告するんだね。だ、今んとこ地球が終わったってことしか分かってないんで、探査機でドロスステーションを探そうと。はあ、終わったらしちゃってね。まあ、資源抽出してやろうと。中には BMS の頭文字のものがあります。多くの危険と人間の死体の存在による心理的な影響の可能性があるにもかかわらず、コペルニクスのチームはいくつかの死が見つけることができたと。悲惨だったんだね。離脱します。ここで終わりです。
で、ドロスステーション。どれドロスステーション。簡単に見つかるもん、ドロスステーションは。まあ多分このドッキリマークだよね。それを探せばいいと。この辺っぽいな。あ、あったあったあった。ここだ。結構遠いね。外周だね。太陽系の。あ、太陽系あれ。もう太陽系じゃないよね。一になると思うけど。さあ、あんな遠くにあるんだね。まあちょっと結果待ちましょう。進めてね。OK。多分これで、鉄も入ってくるし、いいんじゃないかなと。焼けるんじゃないかなと。ほら。焼き始めてます。ここ UI 消せないんだね。さあ、ちょっとね。UI コントロール U だっけな。あ、こうか。まあちょっとね、おなじみの月です。ね、すごい止まってるんでね。実は時止まってるんじゃないかなって思ってるんですけど。こんな感じで中見れるかな。これ見たいね。あ、いけるじゃん。さあ、これが鉄焼くやつと。すごい規模だね。鍋でも作るのか。鍋じゃないか。なんか、すごい、激太の、円柱型の鉄ができるのかな。まあ、こっからどっか型に流し込むのかな。そのライン的なものは見えないですけど、ニョキニョキ生えてくるんですかね。最初ちなみに開発しましたね。セクター6。最低限の、機能しかまだ有してないと。これ何使おうかっていうのは多分この他の生産施設とかになってくるかな。で、電気とかは、あ、てか待って。今どんな状態これ。EV エアロック、あ、なんか起きてるのか。故障中。故障中、え？いつの何それ。あ、これか。事故により、4人が負傷。びっくりすんじゃんと。で、これ2個あれば、2箇所で直せんのかな。だって整合性的に言うと、2箇所はなさそうかな。どうだろう。でもないと積んじゃうよね。ちょっとそれ考えてみるかな。外部で建築したいけどね。新しい電気っていうところで言うと。やりますけど。ちょっと整合性考えるとしんどいね。マイナスは止まらない。つまり。置ければ置いてみるかな。あ、置けるね。じゃあ置こうか。どれにしよっかな。だいたい3マスあると建物置けるんで、3、4マスかな。どっちにしよう。3ならもう一個同じ形で置くか。詰めた方が置けるかもしんない。家とかなら置けるんで、詰めちゃおうかな。この電気も爆体ですけどね。で、家を考えると、そこじゃないな。ちょっと消して、123の123。こんな感じですかね。3だけあるあると言われていたね。このアロイ鋼が結構減ってます。まあ取ることはできるんですけどね。あ、さあ電子装置もあるね。こっち当たりなんじゃないかな。どうだろう。前石炭で見つけたのは確かポリマーだよね。まあ、どちらも現在はないんですけど、と。さあさあ、で、ちなみに冷凍ポット回収するっていうのは、今入ってはないか。入ってないね。ああ、ちょっと多いのかな。他が多いのかな、ちょっと。最優先を冷凍ポットにしてみよう。いらないんですけどね、まだね。で、食料増えてるっぽいですね。セクターあたこっちちょっとマイナスかな。人が足りないとかじゃない、こんなもんね。5人でしょ？ 9 人、14人でしょ？これ40人しかいないんだよね、確か。
労働者が40人で、っていう状況で、宇宙がエアロックのやつでしょ？足りてんのかな？でも足りてないの出るよね。あ、これ来てる。あ、セクター1で過労だね。事故発生の可能性が高まっています。慎重に行動してください。施設を最適に稼働するには労働者が必要ですと。少ないんだ。必要174。え、じゃあ、あれか。直前までの労働者が最適だったのね。それは事故起きますわと。人手不足ですね。日本と同じ人手不足が起きて事故が発生しまくってます。日本もちょっと早期しちゃうよね。高齢化老朽化で、ね、作業のクオリティ落ちてんじゃないかな、みたいな。ここにも来てます。冷凍ポット持ってこい。じゃんじゃん復活させるぞ。蘇らせ即労働させよう。はい、もうそのまま入れてくれ。あれは、来ました、冷凍ポット。ここで復活していくと。よしよしよし。さあ、では、宇宙から人間を召喚していきます。